今日はねガーデナーってところにはねダイソーに来ましたと思わせておきながら違います。今日はでね、このエルロコトっていうお店レストランなんだけども、以前多分話したことあるかないかわかんないけど、昔ね私働いてた会社、あの南米系の人が多かったんでね、ここチリ料理屋さんらしいんだよね、メキシコとかではなくて。で今日何を買いに来てるかっていうとね、あの乾燥梅干し、私の冷蔵庫の中にあの梅干しは入ってるんだけども、あの乾燥した梅干しあるじゃない、よく酸っぱいマン、そんな感じのやつね、あの安く売ってるんでね、買おうかなと思ってきました。以前ね自分で料理してた時にね、あのもつ焼き、あのニラレバじゃなくて、あのニラ入れてで買ってたんだけども、久しぶりにこのお店来たんだけどね、こんな高かったかな、私この値段で買って料理したとは思えないんだよな。日本ではさ食べなくてさ、あの日本で増えてる外来魚っていうの、ピラピラこっち食べるんだよね。私あの自らなんて言うんだろう、こういうのは買ったことないけども、まあ魚食べる時とかに入ってんだろうね。これこれ、ここら辺だね、ここら辺、ほらなんか日本語でなんて書いてあるんだろう、ほら日本語書いてるんだけど、もちろん日本のあの会社じゃないんだよね。でね、これだよ、これこれ1ドル39と1ドル49、これのこれとこれね、ちょっと買おう、5つくらい。ほらなんかハイチュウとか日本語書いてるね、ミックスグミとか、これは韓国語だね、なんて書いてるの、これはマルランカウ、マルランカウ、カウってまあ牛のことなんだろうね。これミルクって書いて、あそのままあの韓国語でもミルクって書いてるね、これね、あの左がミルで、あの右側がクだね。なんだろう、いろんな、あこのハリボーはドイツだよね、ね、いろんな国のおやつが置いてあるね。これはあれだね、あの日本語書いてるけど、これはやっぱり日本の会社では多分ないよね。これはうまい棒みたいな感じなのかな、プロダクトオブ、台湾って書いてる、あのうまい棒みたいな感じ、400円くらいで、ハムスター、コーン味だって、トウモロコシ味だね。中国語が聞こえるね、これ、これあれだね、柚子って書いてるから、まあそのまま柚子なんだろうけど、あれだね、ユーチャーチャって書いて、ユーチャーチャ、チャだね、だから柚子茶。こっちはああ、ちょっとなんかぐねぐね文字だけども、あーロイエーだね。なんかさ、多国籍のものがね、日本語書いてあるしさ、こうやって見ると楽しいよね。150円くらいで日本のあの梅干しの乾燥梅干しの量よりもすごい入ってるから、なんか7ドルくらい、700円くらいで買えたね。で今ちょっとどうせなんでのお話ししようと思ってるのが、ここがねあの僕言うアルテージアブルーバードっていうところで、東京セントラルとか、こっち側西で結構私東まで来てるんだよね。でついでなんでね、もう閉まってるんだけども、こっからね、アルパインビレッジっていうあのドイツ村だねの行き方をお話しすると、ドライブの動画はねあのレコーダーとかでは撮ってるんだけども、編集するのがあれなんで面倒なんでね、だからこのアルテージャーあのブルーバードね、西側レドンドビーチと、あとこっちだと東京セントラルとか、あの先日のあの名古屋のね、名古屋じゃない、愛知県のラーメン屋さん魚水がある場所が西側で、東側行ってこのまままっすぐ行くと高速入ってしまうので、バーモントっていうところをこっちだね、南に1回あの南下して、南に南下してて2回行ってるけど、まあ南下して、そこからあのトーレンス通り、これもあの大きな通りだよって前お話したけれども、そこまで行ったら西に行って、西っていうか、まあ、西左に曲がって左折して、あともう目の前あのアルパインビレッジドイツ村なんで、ちょっとどうせ閉まってるけどとりあえず行ってみようね。でなんで今こういうお話してるかっていうと、トーレンス通りからもうまっすぐ西に行くとレドンドビーチがものすごく近いからっていうか、あの難なくあのまっすぐ進むだけでレドンドビーチのね、駐車場っていうかね、大きな要するに入り口に行くからね。はい、そしたらね、今ねあのこう来たの、南にバーモント通りっていうところで、
でここがねほらザ・ホーム・オクトーバーフェストって書いてなんかドイツっぽいね。で目の前にほらマーケット・エントランスって書いてて、でなんかその下書いてるのはドイツ語だね、ウィルコーメンだからウェルカムだね。であとは帰りはね、なんていうのかな、そのどうやってもう今話しちゃおうかね、ここオクトーバーフェストになるとね、すごい人が入るのよ。であっちのね、緑の柵みたいなの何かっていうと、以前もね私動画には撮ってますけどね、まあここのアルパインビレッジもそうなんだけども、南米系のねバザーがやってるんだね。でねむっちゃくちゃ簡単なレドンドビーチの行き方なんだけど、ここ今2車線しかないんだけども、基本的にこのままこのトーレンス通りっていうのをそのまままっすぐね西に行くとレドンドビーチに行くんだね。でそれもねこれはね覚えておいてほしいんだけども、ここ今2車線なんだけども、どん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 ね西に行くと道幅が大きくなってくるんだけども、スピードを出さない人は真ん中のレーン、2番目のレーン、速い方から2番目のレーンにねずっといた方がいいです。でなぜかっていうと強制的に右折がいくつか出てくるんで、低速で右側走ってても強ね、そのまま走って強制右折になるとちょっと困るんで、なので速い方から2番目真ん中だね。でほらドイツの国旗とアメリカの国旗だね。ちょっとこれ彼女にね写真撮っとこうね。写真は送ったことなかったからな。ね、こっちもねアメリカとドイツの国旗があって、でもうここ閉まって6時までなんだよね。で私ねここのねチーズは一番美味しいのかなって思うな。スーパーで買うよりはそのめんどくさいっていうのももちろんね、ここまで来るのすごいめんどくさいからね、うん、それさえ除けば多分チーズここで買うのが一番美味しいのかな。でここのねアルパインビレッジのスーパーマーケットは別にドイツのものだけ売ってる、アルパインマーケットってところは先ほどねアジアンマーケットみたいな台湾系のお店で見たように日系とはちょっと違くて、で日系は日本のものは結構 ほぼ日系のもの、日本のものなんだけども、台湾系のさっきのアジアンマーケットだとコリアンのもの売ってたりチャイニーズのもの売ってたり日本のもの売ってたりっていう感じだよね。で中の動画ねポーランドとかオーストリアとかね、もちろん当たり前ドイツのものとか売ってるんだね、うん、なのでねもしアメリカで住んでてカリフォルニアに住んでて来たことはない場合はちょっと来てみるのもいいかなと思います。あとねマッハでねちょっと初めてね私の動画見ていただいた方にねここ もう詳しく回ってるんだけども、どんな感じになってるかもうものすごくね小さいのでね、今車が出てくね、私の車しかないほぼだからもう時間外だしね。アルパインビレッジチャペルって書いてるね。でものすごくね狭いんでね、一つ一つ前動画でお話ししたけれども、マッハでリトル東京みたいな、そうダウンタウンにあるリトル東京みたいな感じって考えていただければ、実際ねリトル東京もじゃあちょっとマッハでね説明するねみたいな感じでお話した時に多分1分か2分でね端から端までみたいな感じで行けたように、このドイツ村もねリトル東京と同じようにねとても小さいんですよ。あもうやっぱりレントってなってるね。私コロナ禍になってからここには来たかな来てないかな、まあそれくらいの感じ、まあ頻繁には来てないのでね。さすがにねそんなね有名では、目の前もレントになってるね、そんなね有名ではないんだよね、うん、ただオクトーバーフェストになると時になるとそのドイツ系の人とかねこっちに来てねなんかビールとか飲んでおられましたね。私は基本
お酒いつも話すようにあのお酒とジュースどっちって言ったらジュースの方を選ぶ人間なんでね、まあそんな感じでございますね。でさっきのところ左折してね、でまあこんな感じかな。ドイツの動画多分結構撮ってるような気がするんだけども、あ猫だ猫ね。まあオーストリアとドイツはドイツ語だね、ポーランドはポーランド語だね。この壺はあれだね、クリムトだね。ねハッと気がついてしまった。まあこんなか、あほらほらほらドイツフースバールって書いてるの、これあれだね、あのドイツだから、あのもちろんそのドイツ語なんでね、あのフットボールだからサッカーのことだね。でこれはあのミュンヘンの方 の, あの民族衣装になるのかな、あのオクトーバーフェストとかのね、の服だよね。はい、それでね本日の動画これで終わりにします。おやすみなさーい。